はい、こんにちは、やったらチャンネルです。またね、トニーの動画をお送りいたします。まあ日常のね、ちょっとお部屋でちょっと遊んでるとかをね、ちょこちょこ撮っているので、その辺を紹介していきたいと思います。早速ちょっと出しますよ。はい、トニーちゃん登場。はい、どうでしょう。ほら、ちょうどリリーが来た。リリーとね、そんな変わらなくなっちゃいましたよ、もはや、ね、対抗に至っては対抗もほぼ同じ、ほぼ同じです。丸2ヶ月ですよね、フレンチブルドッグに追いつきました。やっとらチャンネル。はい、トニーちゃん、ちょっとね、まだまだおトイレ覚えてなくてね、あちこちでおしっこしちゃうのでね、ちょっとね、おむつをつけてみますよ。男用のおむつって初めて買った。これがね、M サイズですよ。M でいいのかな。はい。まあね、男、あ、ちょっと M じゃちっちゃいぞ。あれ、もう M じゃちい。丸2ヶ月にして M じゃ小せえ。嘘でしょ。あららら、ちょっと強引に一回つけておいて、ちゃんとね、竿を押さえとかないとね。はい、できました。実践的な歩き方。まあね、この甘髪は仕方がないですよね。この剣士が痛いんですわ。ちょっと剣士見せて、剣士見せて、これが痛いですよ。突き刺さるようにきますからね。まあ自然とね、甘髪なんかもね、なくなってきますけどね。今この時期がね、歯が痒いのがね、ゴリゴリやる時期ですよね。くぅ、痛い痛い。あれ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 、トラおじさん投入。トラですら嫌がりますからね。トラ遊んであげて。ボクサーのトラちゃんに遊んでもらうっていう、なんだかいつの間にか結構成長したような気がするな、トニー。トラが良い遊び相手になってますよ。それにしてもね、タフですよ、トニーちゃん。吹っ飛ばされたりとかしてもね、全くめげないですからね。めー、とにかくやんちゃなんですよ。今の時期がね、一番やんちゃな時期かもしれませんがね。まあね、ボクサーとね、秋田犬の子ですからね、やんちゃなのは間違いないんですよね。あんなにちっちゃいのにマウント取ったりして。またトニーのなんかいたずらが始まりましたよ。これね、必ず犬飼ってるとね、ペットシートをね、ボロボロにやられるんですよね。それはね、仕方がないですがね、どの家庭でもね、経験もあるんじゃないでしょうか。もっとね、トニーの場合はね、時間かかるとね、細かく裁断してね、あっちこっちに散らかしになってますけどね。もうこうね、悪さが仕事ですからね、今の時期は。本当は兄弟とかとね、戯れてね、甘噛みし合ったりとか、そういうのでね、痛みを覚えたりとか、お互いを覚えていくんだと思いますがね。あらら、
きずり出しちゃって、まあこれ怒られますよママに。しれーっと戻しておきましょう。パパがよいしょ、こうやってね、何かいたずらがね探してね、それが仕事だからね。もうねこのトラちゃんはねそういう時期がとっくに過ぎて、おじいちゃんだからね。トラにちょっかい出しながらね、こっち上目遣いで見てやがる。ほらトニーが乗った乗ったこれガラガラガラって言うので押して遊んでるんだよ。これが可愛くてね。まあ、あとトニーがどこからタオル持ってきた。見つけ出すのがうまいんだよな、全く。タンとかにね隠したってもね、どっかからスーッと持ってきた、あの顔さあ一人ブンブン丸が始まりましたよ。まあね、龍造が向こうじゃないって言ってね、このわちゃわちゃの中ママは撮影できない状態になっております。スリートップで遊んでる中この辺でまたおいとましたいと思います。またいろんな動画あげるからチャンネル登録して待っててね。じゃあね、いいわちゃわちゃだ。痛い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 。トニーはね、しれっと手を噛みながら。じゃあねー。じゃあねー。やっ。リリーの真似ができない。リコの手真似てやってる。ここでトラちゃんを投入していきましょう。あ、出た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 。